おはようございます。思い出の一文字を形にをコンセプトに活動しております、一文字の長澤翼です。本日は10月の28日でございます。今日もやっていきましょう。朝から元気になる名言ラジオということで、最初にお知らせをさせてください。来年の8月の6日から8月の11日まで愛媛県松山市にて個展を開催させていただきます。昨年、愛知県名古屋市で開催された半径3メートルの特別という個展をですね、アップグレードをして愛媛県で開催をさせていただきます。こちらの個展のコンセプトは、当たり前の日常の中にある特別な存在に気づけるような、そんな個展を目指して、やっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして個展開催に向けて今は個展の資金調達を行っております。ぜひぜひお力添えいただける方、一度リンクご確認いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ではやっていきましょう。朝から元気になる名言ラジオということで、今日は河本ひろとさんの名言をご紹介させていただきます。河本ひろとさんはですね、ロックバンドザ・ブルーハーツのボーカリストとして知られております。他にもザ・クロマニオンズなどのバンドでも活動をしておりましたし、今もなお日本の音楽シーンを牽引する存在ですね。そんな河本ひろとさんの名言をご紹介させていただきます。名言はこちらでございます。幸せを手に入れるんじゃない、幸せを感じることのできる心を手に入れるんじゃ。もう一度いきますね。幸せを手に入れるんじゃない、幸せを感じることのできる心を手に入れるんじゃ。というわけで、今日もこの名言を題材に得られる気づきや教訓というのを考えていきましょう。まずこの名言の大きなメッセージというのは何かというと、幸せというのは外部の条件ではなくて心の在り方であるというところですね。幸せはですね、物とか地位とか成功といった外的なものではなくて、それをどう感じるかにあるわけですね。どんなに恵まれた状況でも心がそれを受け入れられなければですね、幸せを感じることはできません。そしてもっとお金があればとか、成功したら幸せになれるとか、未来に幸せを求めるのではなくて、日常の中の小さな喜びを見つけることが重要なわけですね。今この瞬間に感謝をして、日常の些細な出来事から幸せを感じ取れる力を養うことが求められるわけですね。そして幸せを感じる力というのは、物事をポジティブに捉えてどんな状況でも感謝できる感受性でもあるわけですね。困難の中でもこれにも意味があると感じることができれば、心の平穏を保ち幸せを感じる力が育まれるわけですね。あとはですね、物とか地位を得ることで幸せになろうとすることもあるかもしれませんが、そのような欲望というのは尽きないわけですね。手に入れることではなくて、今あるものに満足して感謝することで本当の幸せというのが見えてくるわけですね。それと誰かと自分を比べるとですね、満たされているものよりもですね、欠けているものに目が行きがちなんですね。自分なりの幸せというのを見つけて、他人ではなくて自分の基準で生きていくことが大切になってくるわけですね。それと幸せを感じる心というのは、自己成長を通じて養われていくわけですよね。内面を豊かにしていくことで、周囲の状況に左右されず穏やかな心で幸せを見つけられるようになるわけですね。物とか成功に依存しない幸せを感じる心というのを持つことで、日々の生活に安定した幸せを感じることができるようにもなります。これはどのような状況においても失われない持続可能な幸せなわけですね。この名言というのは、幸せを外的なものに依存するのではなくて、自分の心の中に見つけることの重要性というのを再認識させてくれます。物事の捉え方次第でどんな状況でも幸せを見つけることができるメッセージは、日々の生活を豊かにし、内面的な充実をもたらす力強い教訓になるのではないでしょうか。さてさて、いかがでしたでしょうか。河本ひろとさんの名言ご紹介させていただきました。幸せを手に入れるんじゃない、幸せを感じることのできる心を手に入れるんじゃ。というわけで、今日も身近にある幸せに感謝をしながら楽しんでいきましょう。皆様いってらっしゃい。